はいどうも、キスケです。ということで、新しく追加された片手元気玉悟空使っていこうかなと思います。はい、ステータスはこんな感じですね。赤1凸で、アーツに気力回復がついてると。で、打撃アーツはアーマー、射撃用ダメージで、必殺アーツは突進系ですね。で、かつね、ユニークゲージが1回最大値になってると、必殺アーツをドローするっていう、すごいよねこれ。で、発動回数は3回、特殊アーツ起炎山、遠距離系ですよね。カードを2枚までドロー、気力回復、特殊カバチェン無効10カウント、被ダメージ 20% アップの能力低下、さらに極出血 100% と。はい。で、救急ガーツ、特大ダメージを与えて4ダメアップで、体力、踏ん張り無効ですね、踏ん張り無効で、戦闘不能なバトルメンバーがいると究極アーツをドローということで、必殺アーツから必殺読んで究極から究極呼ぶっていう、なかなかトリッキーな能力ついてますね。で、メインアビリティ、究極をドロー、体力回復、気力回復で、能力低下状態上を解除で、かつ無効で、戦闘不能なメンバーがいると、属性相性不利無効20カウントで、手札破棄の効果無効と。で、Z アビリティが劇場損一族サイヤ人で、こんな感じですね。ドロ速一段階アップ、まあこの辺はいいかな。で、敵と対峙すると気力25回復、4ダメアップ、受ける被ダメージの属性相性不利無効で、アーツ使用時敵の体力が 50% 以上の場合ドロ速アップ、特殊カバチェン無効、交代時リセットで、体力非回復量 50% ダウン。まあ、だから試合開始、序盤中盤あたりかなになってくると、ドロ速アッププラス特殊カバチェン無効で殴っていけるっていう、すごくね、ドロ速2段階で殴れるんすよ、強いよね。で、味方が交代禁止状態になると、これね、これマジでいやらしいよな。まあ、だからウルトラゴジータ4の範囲特殊とかですよね。それを食らうと気力100減少、ライジング封印、全アーツコスト20アップ、メインアビリティ使用禁止10カウント。結構やりたい放題やってますね。まあだからこの辺でゴジータ4を結構ね、打ち倒すことができるんじゃないですか。で、戦闘不能になると、体力回復、4ダメアップ、劇場版の4ダメージアップ。で、射撃カバチェン。生存してる時、敵が究極覚醒アーツを打つと、体力回復、能力低下、能力強化、状態強化を消去と。はい、これね、場に出てる時じゃないんですよね。そう、自身が生存してる時バフ消しあるんで、これやばくね、普通にやばいよね。控えメンバーでも発動するってことでしょ、えぐくないか。で、味方が敵のアーツによる攻撃を受けるとユニークゲージが増加と。味方やから自分自身も含まれるね。で、最大値になるとユニークゲージ消費して4ダメアップで、被ダメカットで、味方の4ダメージもアップしてカウント短縮してドラゴンボール破棄と。はい、強いね。で、さらに条件に応じて以下の効果が発動すると、自身の体力が50未満、 50% 未満の場合体力回復、能力低下状態上を解除、特殊アーツをドロー、敵の手札を2枚破棄で、打撃射撃使用時、残り体力が 50% 未満の場合ユニークゲージ 30% 増加で、場に出てる時敵がライジング打つと待機カウント5カウント短縮ということで、強いよ、かなり強いと思うわ。イラストもね、かっこいいよこれ投げてますね。はい、ということで、はい、こちら、まあできる限り強く使おうということで、こういう編成でやっていきます。よければチャンネル登録や高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。これ何から行くのがいいんでしょうかね。まあ悟空から出す意味も特にないかなっていう感じはするんで、まあ順当にこういう感じでいきますか。はい、お願いします。あえて再生パーティーか、珍しいね。さて、とりあえず出しがちはしていく。これあえて属性反転やから、悟空に変えたら悟空のダメージ通りめちゃくちゃ良くなるね。さあお願いします。
いやー、これはかなり強いと思うよ。トツもまあそこそこいい感じっすよね。お願いします。様、ナメック星人か。ナメック賢星人か。君、アーマーないよね。さぞ。はい。食らいやがれ。オッケー。芝居だ。通常で返成功。して、チェンジするか。君だ。おう。君だ。おう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 。君だ。ルンルンルンルルン。君だ。おう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 。さあ、体力50%以上。毒しかばちん無効プラス、ドロ足2段階で殴れます。これ強いよね、マジで。気力がない。オッケー、ナイス。射撃カバチェンですよね。そうだよな。ボコスカ殴ってますけど。あー、最悪やらかした。ユニゲたまらんくね、これ。バニシング回復。オッケー、体力50%以上。殴っていきますよ、じゃあ。まあ、殴り性能は高いわな。あざした。さあ、マッチングしましたということで、あー、レッド多いね。なるほど。まあ、でも、受ける分にはね、大丈夫なんですよね。5カウントだけやけど、属性フリー、無効あるからね。さあさあさあ、結構珍しいパーティーやね。かつ、ブロリーが赤3凸、なかなかです。さあ、お願いします。いやー、楽しみよ。まあ、最初の試合は殴る性能がね、いい感じでしたけど、あ、カカオ入ってるやん。カカオ入ってますね、相手のパーティーに。確か踏ん張りあっよし、たよまずはね。俺からだ。よーし、まずは俺からだ。ああ、なるほど。とりあえず、この力ああ、で。そういう感じか。バーン。オッケー。いや、これでユニークゲージは溜まってるんだよな。ああ、めっちゃ溜まる。さあ、ユニークマックス。手札覇気も入るよ。ナイス。さあ、体力半分以上なんで、ドロ足2段階プラスですよ。これ、紀炎山使えますか。ビヤー。これいいね。とりあえずこのまま殴ってみるか。ボイスいいな。紀炎山だー。いや、悪くないやん。はい。はい。さすがにね。いいよ。いやー、悪くないな、これ。悪くないな、これ。へい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 。ルン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 。これを悟空に打っちゃうととんでもないことになります。 そこなんだよな。ドラゴンボール全然こんぞ。打っちゃう？派手に散らせや。あ、これ死ぬんじゃないか、さすがに。大丈夫そう？くらえ。だよな。さすがに耐えないわな。これこの後打撃圧打ってくるよね、相手。あー、前ダッシュしないのか。びっくりマークはなし。ええー、ああ、危な。 うわー、最悪。じゃあこっちで受けてみる。あ、でも結構柔らかいぞ。結構柔らかいぞ。いやー、間に合わんかったか。え、落ちないよな、大丈夫？おほほほほ。危ねえ。はい。OK。いやー、ちょっとこっちで殴ろう。殴りたい、シンプルに。はい。紀炎山だー！飛び散らかせ！ユニークゲージ一回使ってるから、これで飛ばせるだろう。うわー、かっけ。
めちゃくちゃかっこいいやん。すごくいい感じやん。あーもう回避間に合わない。ただ手札吐き手札吐きです。これで解除して、隙がないねこのパーティー。悪くないじゃない。 OK、 あざした。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。ゴジータ4来たよいやーこれ範囲特殊来たら当然やけど悟空で受けたいね。いやーいいんじゃないですか。楽しみだ。やっぱ強いな。ユニゲマックスでドラゴンボール覇気とかも使えるし、手札覇気も発動するし、で味方がやられてれば振り属性向こうもねメインアビリティってつくんで、まあ悪くないかなとは思うかな。いやマジか、やらかし侍のマタサブローちゃん、それはまずいそれはまずい。うわ体力半分持ってかれたんか。 OK 速圧オーケー、出直してきな。キャラチェンして、おいなんでやねん、押してんだろキャラチェンジ。しかも交代ミスってるし、マジおもんねくだらねマジで、辛すぎるわうん、勝てると思うな。浄化されろバカバカちゃんもしかして。はい、くらえ、範囲特殊だ。体力が半分以上なんで特殊カバチェン無効で殴っていけます。いやいいねキャラチェン、範囲特殊食らいてーマジで範囲特殊食らいてー。はい、いいよ、悪くない流れ。いやー特殊かよOK キャラチェンスルー、シュ、おおラッキーさあ体力半分以上なんで特殊カバチェン無効で殴っていけます。おキャラチェンする、マジで味方落ちてから打ちたいっていうのもあるよね正直。さすがにか、ほら燃えてきたぞ、おりゃー、遠距離か、今回だけや。ケイ、ゴチあー遠距離打撃はダメってこれで学んだかな。うまい、やらかし、ユニゲマックスユニゲマックス、いやいいじゃない、範囲特殊使えメインか、ミスった、最悪、落ちるかなこれさすがに。遠距離系の特殊だと思っちゃった。ああ、やった、さすがにダメかOK出直してきな。これでバニシング回復しとこう。うん、必殺圧あってよかったわマジで。 OK、 ドラゴンボールがないなったね。
力を見せてみろ。見せてみろ。なるほど。お疲れ。お前の範囲がわかるか？ベジットで打てなかったこと。それだけ。オーケー。あ、どうした？勝負あったな。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。紫2枚。おいおい。勘弁してくれよ。マジで。紫2枚ですか。こいつは困っちゃうね。元気玉悟空で戦ってくれと言うてるようなもんですわ。あれ？ブルー入ってた。え、しかもゴジータ出さへんの？マジかよ。ビビりすぎやろ。ビビりすぎ。うん。はい、お願いします。上がってきやがれ。はい。やべえや。やべえや。さあ、体力半分以上。必殺技いきますか。はい。ここだ。バーン。グッバイ、君の運命の。前ダッシュしない。オッケー。なるほど。噛み合ったね。しょうがない。はい、手札吐き。遠距離だけ決めえか。やめろよ、マジで。バイバーイ。変身していく。レジェンダリーフィニッシュみたいね。見してくれなさそうやけど。どうかな。ナイス。落としちゃいそう。落としちゃいそう。残念。はい、皆さんお疲れ様でしたということで、いかがだったでしょうか。いやー、まあ強いんじゃないですか。まあでも思ってるより柔らかいなっていうのが一番に来るかな。うん、まあ体力回復が多いから、まあ実質硬いみたいな、ようわからん理論ではあるんやけど、まあまあまあ悪くないかなっていう感じですね。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。